の漫画読み終わっちった暇すぎなあこれ続きねえのはあなんで買ってこいよダッシュでああ最新刊なのかじゃあ仕方ねえなすーかマジで本格的にやることねはあ寝、ね、よ 泊まってってていいよなあまさか帰れとか言うつもりかお前の分際で、生意気な。あ、そうか。わかったぞ。対価を払えってことだな。うわー止めさせる代わりに何を要求するつもりだいやらしいやつだなあひひひひ。<laughs> わかればいいんだよ。じゃ、今日も泊まってこわ。つっても、確かに何の見返りもなくってのは、ちょっと悪い気もするな。あそうだこれやろうぜこれほら、耳かきやってるシーンはあるだろ私もしてやっから。それでチャルにしてくんないだよ。 嬉しくなさそうな面しやがって。されたくねえのか耳かき。そういや、前にしてやった時も、なんかビビりまくってたよな。前って確か。ビビってるこいつがなんか可愛くて、手元が滑ったんだっけ。それで嫌がってんのか。よしリベンジだ この間は失敗したから、今度こそうまくやってやる。遠慮すんなって。つーか断るなら、エロい漫画集めてんのクラスでばらすからな。わかればいいんだよ、わかれば。ほれ。じゃあ早く、ここ。私の膝に頭乗っけろ。右耳からやっかんな。えっと、 耳かき、耳かき。いや、待てよ。前は竹の耳かきで嫌がってたし、やっぱり綿棒でやるか。<laughs> まだ震えてんな。体縮こまってんぞ。力抜けよう。そんなに硬くなんなって。改めて見ると、やっぱお前の耳、受けるな。 あ、そうそう。こんな形だったわ。こうやって。ふにふにふに,ふにって触るとさ。<laughs> やっぱりだ。耳たぶまで赤くなって、あったかーくなってくんだよな。面白いからちょっと続けるわ。<laughs> あんまり遊ぶなってわかったわかった。そんじゃ、耳の周りから掃除すっから。す、つーっと。意外と耳の周りも汚れてるらしいし、強くしないように気をつけながらと。 よし。周りはいい感じだな。んじゃ、次は、穴の入り口に行くぞ。お、お、お意外と綺麗にしてるじゃん。清潔感あるのは嫌いじゃないの。でも、 汚れが取れないとそれはそれでつまんねえし。うん、入り口はこんくらいで。奥に行ってみるか。 どうよ、奥の方気持ちいいんじゃねえのこうやって中で綿棒を回してどうよ奥にコツコツ当たっていいだろう <laughs> よ むい。<laughs> よし。汚れはもうなさそうだな。じゃ、仕上げは確か。うん…えっと